前回は、リプリケーターのポイントソースがメッシュの場合に、リプリケーターのサイズをパーティクルサイズマップを使ってコントロールする方法というのをご紹介しましたが、今回は、ポイントソースがサーフェイスパーティクルジェネレーターの場合に、リプリケーターのサイズをコントロールする方法というのをご紹介します。今回サンプルとして、カバのメッシュ、こちらとこういう石、 この石のメッシュを一つ用意しています。この石で、まずはカバの全身を覆うディプリケーターのポイントソースを作ってみましょう。メッシュの表面を覆うパーティクルが必要な時には、サーフェイスパーティクルジェネレーターを使います。パーティクルの中のポイントクラウド、この中にサーフェイスパーティクルジェネレーターがあります。 こちらを追加し、ソースサーフェイス、ここにカバーのメッシュを指定します。そうすると、配置されたパーティクルというのが黄色でハイライト表示されるようになります。では、さらに、リプリケーター、こちらを追加し、原型となるアイテムに、この 石のメッシュ。それからポイントソースに、サーフェイスパーティクルジェネレーター。こちらを設定します。そうすると、カバの全身が石を覆うようになります。このような感じで、カバの全身が石で覆われています。 ではこれから、石が全身を覆うのではなく、一部のみを覆うように設定してみましょう。アイテムリストから、サーフェイスパーティクルジェネレーターを選択し、右クリックで、シェーディング、アイテムマスクの作成、こちらでアイテムマスクを作成します。シェーダーツリーに移ってみると、 作ったアイテムマスクのマテリアルグループというのはこの FX の中に作成されています。これによりこれから施すパーティクルのリサイズがサーフェイスパーティクルジェネレーターに対してのみ作用するようになります。このマテリアルグループを選択した状態でレイヤー追加、処理、グラディエントを追加し、このエフェクトをフォールオフ値 こちらからパーティクルエフェクトのパーティクルサイズへと変更します。グラディエントのテクスチャーレイヤー、ここで値を編集しましょう。単純にこういった形で値を設定し、さらにこの入力パラメータ、デフォルトでは入社になっていますが、こちらをサンプルパラメータの中にある ロケーターまでの距離、こちらに変更してみます。ここでいうロケーターとは、グラディエントのテクスチャーロケーター、こちらを意味していますので、テクスチャーロケーターから一定の距離にあるパーティクルのサイズというのが変化することになります。この一定の距離というのは、グラディエントの値のところで編集することになります。 デフォルトでは1メートルになっていますが、ここの値を変えることで、影響範囲を変えていくことができます。また、テクスチャーロケーターというのは通常のアイテムですので、このアイテムを移動させることで、カバーの表面を覆う石の位置というのは変わってきます。 例えば、このテクスチャーロケーター、この位置を、後ろ側に持っていくと、カバの後ろ足のところだけが石に覆われたり、また、お腹の部分だけ覆われたり、 といったようにテクスチャーロケーターの位置によってこの場所というのをどんどん変えていくことができるようになっています。このようにサーフェイスパーティクルジェネレーターの場合には FX を使うことでパーティクルのサイズをテクスチャーなどでコントロールすることが可能になっています。